さんこんにちは、森有です。はい、今日は2本立て続けに今撮ってるので、同じ格好、同じ髪かもしれないですけど、同じ顔かもしれないですけど、ほっといけということで、今日は食欲を抑えようと思って、ちょっと前に買ってきたものがあるので、それを紹介したいと思います。無敵の食べ物だと思うで、じゃーん。はい、ビレバンです。皆さん大好きなビレバンです。大好きでしょ、ビレバン。私も大好き、ビレバンマジ最強。こちらでございます。はい、無理やりが青持ってるって思った、そんぐらい違和感があるの。青、これはですね、青い森の天然青色リンゴジャムです。ジャムなんです。青いらしいんです、とりあえず。で、商標登録も出願中で、特許出願準備中だそうです。やる気が見えます。めっちゃ青かったのよこれ。なんかサンプルで置いてあったんだけど、なんで私青を今買ってきたかって、食欲を軽減させてくれる色なんですね、青色。なのでこれから私ダイエットを、まあ、このしていくにあたって、もう出張は、まあ、この先当分私はないので、こうちゃんは結構出張ばっか行ってるんですけど、私は自宅でダイエットに励もうと思います。きたーきたー、なんだこのちっちゃい説明書、かわいい。いっぱい召し上がり方書いてある、紅茶とか。え、ってことは青い紅茶になるの。はぁ、青だ、やばい。こう見るとやっぱ青だな。そこに対抗するあるものを用意しました。ピンクのジャムパンなんです。ピンクなんです、とりあえずピンクなんです、ピンクなんです。これを青にしたら食欲が本当に軽減するのかっていう検証をしたいと思います。片っぽはピンクのまま上に塗りたくっていきたいと思います。マジで青だ。でもリンゴ、匂いはリンゴ、でもなんで青なんだろう。でも綺麗な青だよね。塗っていきたいと思います。でも綺麗な青だから、でも乗せていきます。デリンって、うわー、めっちゃ青だ。デリン、あー青だよ。ピンクと混ざってさ、紫になってるけど、やっぱさ、やっぱさ、青ってさ食欲なくなるよね。本当にこれ食欲が見てなくなるのか。あー、でもなんかほんと、たうわ、確かにな、青って、あー、まあピンク今ついてるから余計だけど、これは、うーん、確かにこっちはね、やっぱ違うよね。普通にこっちを先食べてみたいと思います。おいしい、おいしい。食べてみます、とりあえず。あ、うまいじゃん。しかもうまいのに食べたくないっていう錯覚を起こすね、青って。もったいないって思って残す感じだと思う。検証結果、やっぱりこっちは食べたいって思うけど、青は美味しいのに食べたいっていう願望には駆られないから、まあ、次の日に取っておこうとか、そういう風に、なんだろう、食欲を軽減させてくれる色だなと思いました。まあ、もちろんね、その世の中にはいっぱいその青系の食べ物っていっぱい出てると思うんですけど、あの、なんでみんな青にしないって思ったことあります？なんかさ、ピンクのカレーとか結構売店とかに売ってたりとかするじゃないですか。だけどなんで青はないんだろうって思ったことないです？結構、なんだろう、食の友達とかに聞くと、青はあの食べたいっていう欲を出させることができない色みたいな感じなんですよね。だから、あの、あえてその青にするとかっていうのはないんだよね、みたいなことを聞いたことがあったので、ちょっとダイエットするにあたってこの青をね、ぶっ込んでみようかなと思ったんです。これから、ま、紅茶とかなんかいろんなものに使えるみたいなので、この青を使いながらいろいろなダイエットしていこうかなと思います。ただし酵素も飲んでるじゃないですか。なので、その酵素は毎日、今ファスティングではなく、夜だけファスティングしたりとかしてる日もあれば、まあ、朝昼、まあ、本当に今不定期にやってるんですね。なので酵素を復活したいと思います。見た目が細くなってくれればなと思います。ということで、今日は青は食欲がなくなるのかという検証でした。これはマジで試してみてください。
本当になくなるから、美味しいのに食べられないっていうちょっと悔しい感情に変わると思います。ちょっと不思議な気持ちになるので、皆さんぜひやってみてください。徐々にダイエットします。では森ありでした。皆さんせーの、おつありおつありです。ダイエットしてる人頑張りましょう。ファイティンファイティン、みんな、私バイ。